おはようございます。今日は5月の17日で金曜日、今日も天気がいいです。僕、毎日日経新聞、朝日新聞、毎朝先見新聞読んでるんですけど、本当は今まで日経産業新聞っていうのがあって、それが一番面白かったなと思ったんですけど、デジタルで読めって言われて廃刊になっちゃったんですよね。それで、日経新聞だけを読むと、なんか経済ばっかしになっちゃうんで、僕は朝日新聞読んでるんですけど、長谷川さんっていう、その哲学者ですよね。ヘーゲルを、翻訳してる人で、その他に日本精神史とかっていうのを、また今新しい日本精神史っていうのが出てるんですけど、この人が14回の連載なんですけど、人生の贈り物みたいな、塾の先生やりながらこう生活してる人とワイワイガヤガヤ酒飲んだりしながら哲学を語ってるみたいな。僕吉祥寺にドマンっていう喫茶店があって、そこの山田さんって人にいろいろなことを教わってたと。毎日みたいにそのドマンっていう喫茶店行って、おっちゃんに、お前バカだから、ちゃんと勉強しろと、その勉強っていうのはどんなのって言ったら、結局、全ての人と話せるようにな、人生設計をしろと、どうでもいいこともやれと。こうワンカップの大関みたいなののワンカップ渡されて、お前そこの道端に寝てるような人と話していこいって言って、そんなこともいろいろ高校生の時やった覚えがあるんですけど、ドマンのおっちゃんも83歳で死んじゃったんですよね。いろいろないい人に会っていろいろなことを教わって、なんかこういったのを記事を読むと、あ、昔僕もこんなことやってたななんて思いながら、今日の話題は何かっていうと、先日ゴールドウィンの決算発表があったと。9,700円あった株がもうズドンと落っこったと。今日は多分8100円とかなんで、1,000円ぐらい起こってんね、もしかしたら9,200〜9,300円だったんだと思うんです。マーケットっていうのはよく見てるなと思うんですよね。何をマーケット見てるかなって思うと、例えば僕たちもアトモスっていうところでゴールドウィンの商品扱わせていただいてたんですけど、ここ7〜8年もしくは5〜6年っていうのは、初めはゴールドウィンのアウターっていうのがかっこいいなとか思ってたんですけど、ずっと同じ形をやってる。もしかしたら少しずつパターンを変えてるのかもしれないですけど、企業として大きくなると、だん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 、いろいろな人が来てる。ノースフェイスとかって見てると、僕だけなのかもしれないですけど、地方の量販店とかでドーンと売ってて、なんかみんなと恐る気の嫌だなみたいな人っていうのが、パタゴニアとかアークテリックっていうのはすごいこれ流行ってると思うんですよ。流行ってるっていうか、量も作ってる量少ないんだと思うんですけど、そういったブランドがちょっとかっこいいと。そうなってくると、ゴールドウィンのノースフェイスズドンと起こってる、日本はゴールドウィンなんですけどっていう会社がノースフェイスやってるんですけど、アメリカだと VF ですよね。VF っていうと、シュプリーム持ってるとか、例えばティンバーランド持ってる、デッキーズとか持ってるんじゃないかな、VF って。そういったところが持ってて、量売るなんとかっていうと、アメリカでもやっぱしノースフェイスの売り上げってどん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 起こってる。モンクレーとか、そういったなんか新興勢力、アークテリックも売れてると思うんですよ。っていうもんが栄えてくるみたいな。アパレル業界にようが、どんな業界にようが、世界一番、毎日戦争しているのって、株式市場だと思うんで、株式市場を見ながら、商売するっていうのも仕事をする上では大切なことなんじゃないのかなと思います。見てる人は、儲けても決して毎日飲みに行かないみたいな、家に帰って、夕刊読む、その後に、30分なり、1時間何でもいいから活字を読むみたいな。これで自分の人生の幅を広げる。
例えば商売のことをやらなくて、活字読まなくていいと思うんですよね。自分が好きなことに時間を費やす、ながらの携帯はしないっていうのを、まあなんかまあ僕も常に携帯見ちゃうんですけど、まあそんなことを思って今日は終わります。ありがとうございます。